はい、どうもこっち。今回のドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、これ覚えてんだけど、まあ連続で撮ってんだけど、まあ、クレイグとの、まあ、一発目のデートを終えて、まあまあ普通なんか、まあまあ普通の感じで特に何もなく、で終わって、でまあこれからはまあちょっとじゃあ掘り下げていこうかっていうところなんだけど、まあ前回の終わりにこのダディゾン、アマゾンのアイコンのモチーフだろうな。まあイメージしてんだろうけど、このダディゾンをね、ちょっと見ていこうかなと思うわ。ダドマゾン、ダドマゾンか。ダマゾンかなのスティーブンです。荷物の配達に来ました。今玄関の前にいます。おっと、すぐに行くよ。そんな会話すんの？アマゾンの配達員とそんな会話することないけどな。待たせたあれね、まずズボンを履かないと。ズボンが見つからないな。そうだ、代わりにブランケットを巻いていくよ。明日また来ます。いやいや、すぐに行くから行くよ。カプリパンツを見つけたから。おや、小包か。中身は何かな。そっか、この前注文した靴下だな。箱を開け、パッキングピーナッツを取り出す。靴下に匂いが移っていそうだ。ふむ、靴下じゃないな。これは、蝶か。蝶。蝶。そんなことある？靴下だと思ったら蝶ってことある？剥製か？剥製だとしたらエイミールか？まさか。まさかあの国語の名作、エイミールか？エイミールだっけ名前。そうかそうか、つまり君はそういうやつだったのか。アマンダがこれをで何を企んでるのか知りたくないが、アマンダが注文したのか。なるほどね。なあ、まだ蝶の死骸が詰まった箱が届いたぞ。どうした、悪魔召喚にでも使うのか。何のこと。蝶を注文しただろう。蝶の死骸ってネット通販できるの？お前が注文したものじゃないのか。まさか、でも今注文しようとしてる。そうか、物好きだな。箱を見る。ダミアンの小包か。あ、ダミアン、あれだな。なにこれ。じゃあ普通にあげれば。迷う理由ある。箱をかけダミアンの絵まだ知る。あ、間違ってきたのか、うちに。持ち上げた瞬間、いきなりドアを開いた。ごくんの、来ていただけて光栄だ。何かご用かな。でも、なんだっけ、お前の。わかんない。絶妙な、なんか、絶妙に俺の中で区切りつけてたんだよな。なんだっけな。驚いたな。ノック仕掛けたってなぜ気づいたんだい。さあ、我が輩にもわからぬ。そうか。ああ、用というのは、間違ってうちに君宛ての荷物が届いたんだ。そんなことないと思うけどね。めちゃくちゃ住所似てんのかな。あ、爆上がりじゃん。箱を手渡すとダミアンが、なんたらサプライズ。ちょうど今配送の件で業者に手紙を書こうとしていたところだったのだ。届けてくれて感謝する。詮索するつもりはないが、蝶を何に使うんだい。てか、なんか剥製のあれなかったっけ、部屋に。見てみるかね。僕、お前もこの蝶に死ぬことになるぞ。ぜひ見せてくれ。あったよな。すごいな、俺結構覚えてるわ。あったあった、覚えてるもん。私、それに案内してくれた。作業場がしつらえており、壁には蝶やが、カブトムシがピンで止められてる。すごいよ、ダミアン。自慢のコレクションだ。全部君が作ったのかい。無論である。剥製作りは心安らぐ趣味なのだ。どうやって。簡単だよ、見ていたまえ。この蝶はまだ準備ができておらぬ。一晩水分補給すれば作業がしやすくなる。こっちはピン止めの準備ができない。もう右クリックで何で反応するんだ。そこらへんちょっと頑張ってくれ。クリックで反応しちゃうからもう。ああちょっとやだ。この蝶は我が輩のお気に入りなのだ。なお、ターコイズ、スワローテールという。ダミアンね、あれなんだよな。結構いいお父さんなんだよな。ダミアンは卓上でそっと羽を開く。ただ、この、作ったことないよな。もう剥製だっけ、なんだっけ。蝶のやつって、標本、なんだっけな。あの作業したことないんだよな。今の何十代は経験があるんだろうな。
40代とかじゃない、30代も経験してないんじゃないか。わかんないけど。この蝶は色素がいい。蝶のピン止めは簡単だが、繊細さのいる作業だ。まず、胸部にピンを刺す。蝶自体をさ、なんかちゃんと見たことなくない？普通に生きてたら。俺、蝶をちゃんと見たことないんだけど。ダミアンは蝶の胸部にピンを発泡シルエットの上に置く。額に入れれば見栄えがぐんと良くなる。準備ができるまで数日安置しておかねば。まあ、額に入れたら何でも見栄えは良くなるよ。うん。その後は、ピンを外して他の蝶と一緒に飾るのだ。目の覚めるような青い花をあげた。お、お気に入りが見つけた？見つかった？綺麗な蝶だな。ああ、これはモルフォ蝶という我が輩の好きな蝶だ。モルフォ蝶。受け取ってくれ。気候の家にふさわしい蝶だ。そんな受け取るわけには。気候に受け取ってほしいのだ。我が輩は他にもたくさん持っている。ありがとう。もしピン止めしたい虫があれば、我が輩に聞いてくたまえ。ああ、君を頼る方が良さそうだ。私なら蝶真っ二つにしそうだ。確かに繊細な作業だよな。心配無用だ。気候の手は繊細でいて力強い。良い剥製職人になりそうだ。照れるところだよな。ダミアンは玄関前付き添い。ご機嫌よう、ご君殿。我が輩の変わった趣味にお付き合いいただき、礼を言う。終わった。短め。短めのやつだ。Welcome. やばい。You've got dads. 長くなっちゃう。じゃあ、デートパート長くなっちゃう。この短めのやつが加わって長くなっちゃうな。どうしよっかな。でもなんかダミアンイベントあったらダミアン行きたくなくなっちゃうよな。かぶせたくなくなっちゃう。これね、まあ、前回もね、前回っていうかまあ、かすかな記憶なんだけど、なんかね、このヒューゴとジョセフってね、結構重いんだよね。なんかこっちは親子関係で、こっちは夫婦関係が結構重くてさ。で、なんもなんかストレスなく見れそうなのは、まあ、ブライアンと、まあ、クレイグと、まあ、ダミアンかなって思うんだけど、そうだなぁ。まあ、ジョセフ行ってみるか。結構重そうなんだよな、ジョセフは。結構ね、妻とのあれ、なんか関係悪いし、妻もグラフィックがあるのがまたなんか意味深だよな。クーポンを切り取っていただけないのに、もうこんな時間か。悲しい時間過ごしてんな、お前。ジョセフは今何して、あ、そっか、ブラウニーイベントあったな。買い物に誘ってみるかもしれん。一緒に出かけないか。来た来た。長文だ。急性ブラウニー中毒になりませんでしたか。ブラウニーのイベントは、1回目のデートかな。デート。まあ、デートって言うべきだよな、このゲーム的には。あなたの手を借りたいんです。アマンダを招待してありますよ。あ、パーティーを開催する。ああ、見てなかった。招待してあります。あ、パーティーに来いと。今夜どこに行けばいいのか教えてくれ。こんなギリギリの連絡すんの？もう今夜の嫌だぞ。そ、飛び入り参加できんの？少し出かけてくる。どこに？クーポン使いまくりのお買い物。分かってんな、マンダ。ジョセフの教会で若者向けのダンスパーティーを手伝うことになった。お前のことも誘ってくれたが、興味がないならパパ一人でお前の分も手伝ってくる。どうしよう、行ってみようかな。新しい友達ができるかもしれないし。決まりだな。本当はただ飯に期待してるんだって先に言っとく。正直でよろしい。今日は特別にいい娘ポイントを4点やろう。ポイントを貯めたらラバーライトをもらえる。残念だが、ポイントでもらえるのはいい娘専用クモの指輪かぴょんぴょんガエルだ。どっちも好きだからいいよ。飛ぼうとあがく姿がけなげだよな。うわ、すごい。なんか昨日なんか終わってない？終わってね？終わってない？ちょっと、いや、誰この落書き？ちょっと。ちょっとなんか、ちょっと、えぐいわ。なんか、えぐい落書きすんな。ダンスなんてほとんどしたことがない私にでも、自信を持ってダンスには人がいるって言える。これ、もう、終わってない？これ。終わった後の感じなんだけど、全体的に。
片付けなの？人のこと。うん。待っていましたよ。待っていましたよ。手を貸してください。あ、片付けっぽいな。主はキマセリから主はハラマセリに。Hey. なんてこった。ああ。ふわ、大胆な落書き。アマンド、神は万物をお作りになりました。この垂れ幕を除いて、これはアーネストの仕業です。いたずらにしても悪質だな。神は想像以外に何をなさるのか許しです。神は10代の若者をお許しになり、決してその電子タバコを壊すようなことはなさりません。代わりにジョセフさんがアーネストの電子タバコを壊すの。そんなことはしませんよ。罪になりますからね。多分ね、大量に罪で重い罪になるはずですよ。国津さん、垂れ幕を誰かに見られるのはまずい。下ろすのを手伝ってください。分かった、アマンダ。お前も手伝ってくれ。肉体労働か。私はそうだな、食べ物の準備をしてこようかな。食事ならもう準備ができていますよ。じゃあ最後の食品検査をしてくる。衛生上問題がないか確かめなきゃ。パパの分も毒味しておくから。驚いたな、目的次第ではあんなに速く走れるんですね。アマンダのパパは大足だったからな。僕も大腕とデートしたことがあります。みんな右寄りでしたよ。そりゃ大変だっただろう。ロマンスの腕前はからっきしでしたね。まあ冗談なのは分かったよ。親父ギャグの腕を磨いておきます。とにかく来てくれて助かりました、ごくんさん。私と過ごしたくて呼んでくれたのかな、それとも目当ては私の長くてたくましい腕かい。両方ですよ。君がそんなやつだったとは。いや、ハンサムで、ね、ビャクかジャクかビャクかジャクかわかんないなやつだととは思えないね。おや、それは心外ですね。さっき子供の電子タバコを壊すとほのめかしたじゃないか。それは否定します。とにかく始めましょう。準備はいいですか。え、なんかあんのイベント、ゲームあんの。神がおっしゃっています。神は人間界に草や木の姿で現れるんだろ。それこそ魔法じゃないか。確かに。アーネストって誰だっけ。こうアーネストで話進んでるけど、アーネストが思い出せないです。何か解決策は。長くてたくましい腕はどうしたんです。おっと、忘れるところだった。父親指は太すぎ、あ、親指か。針を外すのに使えそうな金槌はないかな。ここは教会ですよ。金槌のような物騒なものを置かないように気を使っているんです。それに釘もね。冗談ですよ。でも金槌を置いてないのは本当です。でも早く何とかしないと、そろそろ若者たちが来る時間です。こんなのを見られたら松代までネタにされてしまう。あら、子供たちが暴れた結果このあれなんかな、風船が落ちたりとかそういうことなのかな。てかちょっとお前の声きついな。結構久しぶりだときついぞ。外すのが無理なら書き直せばいい。絶対に書き損じるなよ。え、予知はしません。吐きませり。え、これ正解なくない？働きませり、吐きませり。え、吐きませりじゃなかったよな。なんだっけ。でも働きませりではないよな絶対。あ、なんかそういうことか、ふざけた方がいいみたいなことか。やべ、そういうことか。誰も気づかないだろ。ほら、もう、あ、そういうことか。元に戻すんじゃなくて、ふざける的な、そっちか。吐くってそっちで捉えんなよお前。なんか靴下を吐くとかさ、そういうなんかポップな方で捉えてよ。なんでオートの方で捉えんのお前、ごくん。よくないよくない。運に書けるのは、リをなぞりつつ運に書き換える。リをなぞりつつ、どうかな。あ完璧だな。完璩じゃない。
うわ、絶対路中とかが結構良かったじゃん。そっか、主から、うわ、なにこいつ。主絡んじゃうと、そっか、ジョセフ結構テンション下がっちゃうから、路中にしとけば満点だったな。おや、いつもの DJ じゃありませんって。ヘヴァンはどうしたんです？彼はキューピッドシャッフルのプレイどころを完璧に押さえていたんですよ。ヘイヨーヨー、そうぞ、見ての通り、俺らはエヴァンじゃねえ。あいつはヨーロッパ中を歩いて旅するっつって DJ 道具一式を売り払っちまった。そこで代打を買って出たのがオイラってわけさ。スピンマスター、クイーン。まったくあいつが羨ましいぜ。オイラだって何もかも忘れて新しい人生を始めたいってのよ。なあ、へへ。お任せして大丈夫ですか？大丈夫ですかって、誰に聞いてんだ。オイラは DJ 界にこの人会えると言われたスピンマスタークイーンだぜ。I'm so sad. 普段はクイズ大会の司会者なんだが、生きる目的ってやつを求めて他の仕事も引き受けてんだ。本当にこいつで大丈夫なのか。仕方ないですね。よろしく頼みますよ。悪い影響を受けたり、ダークサイドに落ちたりしないように健全な学校気をかけてくださいね。いいですか？心配ご無用。あんたたちの言いたいことは分かってるって。なるかった。それではステージの準備をお任せします。あれは要注意ですね。クレディオヘッドのクリープをリピート再生しようとしてなかったか。いや、これめちゃくちゃ長くなっちゃうかも。やばいかも。小グループ泣かれて他のグループを気にしながら。はいはい。全部読むのやめるか、ちょっと。喉に負担かかるし。よーよー、パーティービーボー !DJ スピンマスター、あ、かっこいい。いいなぁ。やっぱネイティブだと違うなぁ。ネイティブなんかなぁ、わかんないけど。スピンマスタークイーンだ。みんなのリクエストに応えていくぜ。最初ナンバーは会場のお嬢さん方に捧げるぜ。お嬢さん方、元気なイエーイを聞かせてくれ。やる気のないイエーイが、まあまあまあ、そうだよな。よーし。That's the good stuff。その、ここんとこ前に辛くってさ。次のナンバーはワイフのサンドラに捧げる。いつか仲直りできることを祈って、オイラのスイカズラちゃん。Now, who wants to listen to Radiohead's Creep? ああ、言ってくれた。おいおい。クリープじゃん。若い子相手に思い切った選曲だよね。どうなるか見ていようよ。クリープをプレイ始めた。あいつは泣いてるのか。見てて。トムヨークが罵るたびにみんなビビって飛び上がるから。ほらね。なんとかした方が良さそうだな。以前世でバイブスが台無しですよ。みんなが罵り声を聞いてるんです。あの悲痛なの罵り声を。なんとかしなくては。レムのエブリバディハーツやブラインドメロンのノーレインを聞かせたら元気出すんじゃない。フレットを見つけてフレデリックって言うんだけど、うん、やっぱりフレデリックラテンから来たの。じゃあ初耳だな。取ってないよ。ラテンという国から来たんですか。差し去った。スピンマスタークイーンがすり慣れてる DJ ブースに向かう。よう、調子はどうだい？よう、盛り上がってるかい？それが、待ってく。そりゃすまねえ。グルーブに乗るのに手間取ってんだ。ハッピーな音楽を楽しむには、まず悲しい音楽だろ。え、黙って一つのことを任せば、それは荒いよな。ケツを振ってとか、やっぱそういうことじゃないんだよ。汚いんだよ。あんちが、上がんない。思ったことない門外男だが、そんなのは DJ のやることじゃないだろ。若者たちは楽しむために今日ここに来ている。悲しませるような真似はよせ。めちゃくちゃいいけどな、言ってること。お、爆上がりじゃん。あなたが問題を抱えてるなら、その奥さんの、へへい、うん、あ、覚えてない。フレデリコじゃなかったっけ。あ、サンドラじゃない。サンドラなんかサザンドラみたいな響きだった気がするわ。サンドラのとの関係がうまくいってないなら、お二人の力になりますよ。僕はここでカウンセラーをしています。何でもお話してみてください。あと、そいつはどうかな。うん、クリープをリピートしませんよ。僕を信じて。喋るな、同時に。泣かないで大丈夫ですよ。ありがとう。ありがとう。スピンマスター楽いんですから。よかった。
そこにアイスクリームがあるよ。目ざといな。みんなの様子はどうだ？あまり参加してる人いないみたい。これはもう大惨事ですね。そんなことないって。あなた黙んのにはもう帰った方がいい。これ以上事故を見せたくありません。大惨事なもんか。まだ立て直す時間はある。できることを考えよう。アマンダ、お前は帰れ。これからここで始まることをお前は見たくないだろう。いや、この先パパと一緒にいるところを見られたくないと思うかもしれん。そんなパパ、もしかして、あれを。車で帰る。どうか、今夜のパパを覚えておいてくれ。これからのじゃない、今の姿だ。私、パパの娘で幸せだった。いってらっしゃい。車運転できんの？てかアマンダ、運転できる年齢なのか分かんないや、法が分かんない。ダンスフロア盛り上げてくる。なるほどね、踊るんだ。来世で会いましょう。ああ、来世で。まずは簡単な、あ、なんかこれゲームか。激しい動きにシフトしていきましょう。ロンモーはレンビンルルワオもわかんないもん。どういう動きか見せてちょうど。まあでも軽めでしょ、とりあえずは。軽めって言ってるから。リーダーナスダンスだけ、はいはい。ナイス。簡単なのにかっこよく見える。これならいけそうですね。テンポを上げていきますよ。知らねえ。あれ、ランニングマンは知ってるぞ。よかった、三代目ジェイソルブラザーズが踊ってくれて。あれだよな、スプリンクラーとショッピングカーと知らないな。まあ、テンポ上げ、まあ、ちょうどいいんじゃない。あ、ランニング始まる。足を上げているようで、はい。盛り上がっているようだ。いい流れですが、早く次のダンスに移らないとみんなに飽きられてしまいますよ。これでさ、パッて見てさ、ああ、これね、あのダンスねって分かるやつはさ、ダンス経験者じゃないと分かんないと思うよ。普通に生きてたらこの名前知らないもん、ダンスの。キャベツ畑、ウィンドミル、ハンマースライド。ハンマースライドってなんか負荷エグそうじゃない？大丈夫これ。ウィンドミルとかにしてみる？ウィンドミルってなんだろう？ああ、ブレイクダンス！ああ！うわ、もう知らないもん、ジョセフ。画像見せてよ、画像。バンカーチャンスがある。これはもうムーンウォークでしょ。ふーってやるでしょ。だ、でも、シリスボミか。ランニングマンなどのムーンウォークはちょっと冷めるよな。他わかんないからムーンウォークでいこう。ツジラズだ。完璧じゃないか。応援してくれてる。え？爆笑やめとこうぜ。あ、これいいでしょ。これでも嫌がるかな、ジョセフ。ジョセフって真面目な感じするから嫌がるかもな。いや、ふーってなるくらいでもこれ。やっぱ二人でやってやると。持ち上げるね、大事する。そんな力があるんですか。いや、全部やってみなきゃわかんないやつかな。回せたよ、ジョセフ。おとなしく手を広げてる。お、よかった。笑顔が、あ、よかったよかったよかった。よかったよかった。合格点だ。おばん付き添い係に任せましょう。いいのか？見せたいものがあるんです。暗っ。どこだ？はぐれてしまったようだ。ここです。ここはどこなんだ？あと少しですよ。実は前奏ついていました。今日は手伝ってもらうためだけに呼んだのではありません。嘘をついてはいけないんじゃなかったのか？友人をおろど驚かせるためなら、主も許してくださるでしょう。小部屋？え、ソルトシェイカーを見つけなきゃいけないことぐらい楽園のような。はいはい。メイプルベイで味わえるんじゃないかと考えたんです。マルガリータービル、そのものとは言いませんが、似たようなものです。あら、何をモチーフにしてんだ。何をモチーフにしてるんだろう。これは南国だけど、ここはオフィスだな。
だからオフィスの中になんかこう無理やり南国感を出したってことかな。ここはだってオフィスだもんな。ここら辺とか座ってじゃあなんかこうドリンク飲もうかっていうことかな。ケーブルライトが巡らされ、はいはい、これは驚いたな。いや、yeah. 足を怪我する心配ありませんよ。日本努力に報いなくては、うん、大変だっただろう。Wow. 典型というやつです。美味しいマルガリータを作れないのではコミュニティをまとめられませんから。長い、長くなっちゃってんな。申し訳ない、これもうなんか忘れてた。もう2ヶ月ぶりで感覚が覚えてね。多分本来多分2つに分けてたんだろうな。ごめん、覚えてないからもう走り切るわ。うん、その話はなしですよ。マルガリータゾーンは分かっていないようですね。安息と癒しの場所。ん？ビーチサンダル、オニオンスウェア、地上サイドパラダイスだ。もうやだ、もう。知らんて。知らん、知らん。それはチーズバーガーインパラダイスですって。どこにチーズバーガーインパラダイスの要素があんの？ここのどこに、どこにあのチーズバーガーインパラダイスは。チーズバーガーっぽいやつも見えないもん。まあ、オニオンスライスも見えないけど。最悪やん。バットとバットとグレートとグレートじゃん、今日。評価。うん、若い頃を思い出しますよ。うんうん。夜でいろんな面倒を起こしました。どんな？行きたいところに行って、やりたいことをしてばかりだったということです。ヒッチハイクでアメリカ中を回り、冒険をし、たくさんの人に会いました。自分の誇りを汚すようなことにすら手を出しましたよ。この夢を覚めても誰の話も聞こうとしなかった。戦車隊を指揮して、週末で子供たちをサッカーに連れて行く父親です。重い話をするつもりはなかったんです。聞くよ。マルガリータビルのことをしょっちゅう考えてるんです。エビが開けるのを待ちながらギターを吹い。マルガリータビルって何？ごめん、今更だけど、ずーっと触れてこなかったけど、マルガリータビルは何？マルガリータゾーンです。素晴らしい場所じゃないか。ここにいられるわけじゃない。それが問題なんです。マルガリータゾーンに入っても問題が完全になくなりはしない。見えないふりをしているだけなんです。マルガリータよりいつでも行けるマルガリータゾーンの方がいいだろ。スピーマスタークイーンのことは覚えてるか。まず悲しい音楽だって、トルトップ感を見つけることが人生最大の脅威なら、焼きエビも結局は大したご褒美じゃないだろ。うん、君のこのオフィスだけじゃない。日常のいろんな場所、いろんな時間で見つけられるさ。うん、楽観的すぎますよ。私なら朝に濃いコーヒーを飲みながら静かにワードジャンブルに取り組むこと、アマンダの映画を見ること、それに友人と素敵な時間を過ごすことも。本気ですか？あ、うん、遅くなりましたね。帰りましょう。改めてお礼を言わせてください。今日は本当に助かりました。うわあ、どっちもグレートだったらな、バットが。めちゃくちゃ良かったのにな。このもう BB ぐらいじゃないの、評価。はいはい、大丈夫か。あば、お腹痛い。若者向けのものを食べ過ぎたんじゃないか。これが命の泉で欲張った代償なのね。生命の泉ってのは、あの生ぬるい炭酸ジュースのパンチとシャーベットのこと。何か欲しいものは。タイムマシン、2時間前の私にバカなことは寄せって言う。これ地味だけど、この返しがアメリカで、アメリカンな発想かもな。なんかな。何か欲しいもの、お腹痛い。何か欲しいものはって言われて、なんだろうな。ブランケットとかかな。成長薬かなって言っちゃうもん。俺。やっぱここでね、お腹痛い。何か欲しいものはない。タイムマシンって、こう、やっぱ返しがいいよな。あ、そう、水もあるね。
俺も今度からタイムマシンっていうめちゃくちゃめんどくさいやつだと思われるだろうな。でも若者をダンス裏に引っ張り込んだんだ。10日交換だね。筋肉痛だ。もう寝るよ。おやすみ。おやすみパパ。お、終わった。 B じゃない、 B でしょこれ。あーもうほらもう、わわわ、ダッドポイント引く。え、よかった。つまらない冗談、でもつまらない冗談のメーターが低いってことは面白い冗談じゃないじゃん。逆にね、つまらない冗談が低いってことは面白いってことじゃん。後ろの何が正解なのか分かんないけどな。教えてほしい、これの正解を。まあいいや、終わろうか。おっと、おっとっとだな。いやこれ多分流れるように入ってるだけだよな。いつものなんかデートパートとは別のイベント。これ一旦切るか。ごめん、ここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。